問題の9、はい、今度は治療法ですね。治療法、循環血液量が下がった時の治療法、何がありますか？そして末梢血管抵抗が下がった時の治療法は何がありますか、ということなんですね。これを考えてくださいって、これを考えていただきたいんですけども、これ最初に言ったこれで考えてみるとどうなるでしょうか。はい、循環血液量が下がる原因、ここから下がる原因じゃないですね、循環血液量が下がった時の治療法、ここから拾い上げてみてください。そして末梢血管抵抗が下がった時の治療法、ここから拾い上げてみてください。どうぞ。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。心筋梗塞と血圧と心不全を初めから学ぶセミナーが書籍動画教材になりました。循環器疾患を受け持ちでも自信を持って働けるようになります。内容としましては、心筋梗塞の種類、血圧、全負荷、高負荷、心不全、スターリングの法則を順を追って学ぶことができ、循環器疾患の病態把握に役立ちます。お申し込みで80分のセミナー動画と何度もコピー可能な問題集 PDF、 スライド PDF をすぐにお受け取りいただけます。こちらの画面は縦画面ですが、教材は横画面となっており、セミナー映像が大きくてとても見やすくなっています。おすすめは動画教材となっており、書籍より5000円オフの最安値でご受講いただけます。動画教材の詳細は説明欄をお読みください。